夢を描く挑戦者たち。暗闇の中、レーダーが捉えた画面には物体が動く様子が映し出されていました。人の目で確認することができない夜間でもミリ波レーダーが車の動きを正確にキャッチしていたのです。これは京セラが独自に開発したマルチファンクション型ミリ波レーダーです。ミリ波レーダーは非常に高い周波数の電波で対象物との距離や角度、さらに速度まで測定できるのです。濃霧などの天候や逆光などの悪条件でも影響を受けにくい特徴を持っています。車載用として使用する場合はミラーに映らない部分を捉える視覚検知や、後方の障害物を検知する駐車支援、駐車場から出る際に車や人を検知する出庫時衝突検知、さらに自動駐車システムに必要な空間検知などがあり、目的に応じたセンサーをそれぞれ取り付ける必要がありました。そこで京セラはこうした機能を1台で全て検知できるミリ波レーダーを開発しました。私たちはマルチファンクション技術の開発でレーダーの部品削減による小型化や低価格化を実現しました。さらに周波数 79GHz 帯の高帯域幅を使用することで検出誤差をわずか5センチに抑えることを可能にしています。今回開発したミリ波レーダーはあらゆるシーンを想定しており、それらを1台で解決できる汎用性を大きな特徴としています。このレーダーで交通事故を一つでもなくしたいと考えました。このミリ波レーダーを車の前方、後方に搭載した走行実験映像です。車の両サイドにある壁をレーダーが正確に捉えているのが分かります。また後方から追い越してくる車の様子も遅延することなく表示しています。バスやトラックの自動運転の開発を行っている東大発のベンチャー企業先進モビリティ、これは京セラのミリ波レーダーを使用した経産省のトラック隊列走行実験の映像です。後方2台のトラックは自動で先頭のトラックを追従しています。1号車と3号車のトラックの後方にマルチファンクション型ミリ波レーダーを設置、赤枠はトラックが走行する隣の追い越し車線で後方から車が近づいてくるとレーダーが的確にその位置を捉え表示しています。このような状況を運転手が乗車する先頭のトラックで確認することで、より安全な自動運転を目指しています。現在自動運転の実現に向けて多くの企業と実証実験を行っていますが、特に京セラさんのミリ波レーダーに関しては精度の高い結果を得られています。条件や環境の変化にも迅速で柔軟な対応をしていただき、自動運転への実用化へ一歩ずつ近づいています。間近に迫った自動運転の実用化を京セラの技術で支えていきます。京セラがこれまで培ってきた通信技術、光学技術などのアナログ技術と、近年強化した AI などのデジタル技術をすり合わせることで、京セラ独自の自動運転センサー技術を研究開発しております。これら研究開発を通じて道路側に設置される路側機への搭載も視野に入れており、京セラは選択肢の一つではなく自動運転社会から必ず選ばれる企業を目指してまいります。自動運転には不可欠なミリ波レーダー、京セラのテクノロジーでより安全でより快適なモビリティ社会を実現していきます。